家が近いんだったらね。あれ？うん。そんな感じちゃいますか？こんな感じですよね、きっと。だけど、あのちょっともうちょっと向こうなんですよ。あんな高くないんちゃうかね。あ、あんな、こんな高くないんだ。あ、弁天山って書いてありますね。書いてありますか。あ、なんか右側に弁天山って書いてあります。あれかな、ほな。どれでしょうね。あれかな、あれ、あれ。いや、あれかも、ちょっと向こうか。森みたいな。あ、弁天山じゃ、そうじゃ。あ、ここだ。これだ、山だ。すごい。ね、これちょっと入りますからね。いけますね。まあちょっと見てきてもらって、ここからほらね、こんな雨の日にね、うん、登山できるなんて、こう低い山だけです。ここだ。あ、すごい綺麗にフレームに入っちゃうなこれ。弁財天だからなんかもしかして。なんか、まあいいや、後でよ、うん、後でよ、もう弁財天だから、なんかあれなのか、ね、あの弁天様だけど、ね、ああ、あそこ結構急な、そうだね、でも舗装してあるね、うん、舗装してあってよかった、うん、じゃあ登りますよ。いや、すごい綺麗に舗装してあるね。うん、あれ？終わり？終わりだよ。終わった。何だっけ？あ、閉じてあるね。早朝。おめでとう。あ、100円でいろいろ売ってるよ。え、でも登頂証明書、あ、証明書どこで、あ、そこにお金入れて取れん、うん、取ってもらっと、もらっていいのかな。そうそう、証明書これいくらだろう。あ、1000円だ。1000円か。なんか払っちゃうなこれな。絶対来ないからな。まあそうだね。この工作すごい俺っぽいな。登頂証明書。これ健康。低い山からね。低い山でね、の健康をね。あ、末吉。末吉。うん。ほどほどにいいね。そうだね。うん。ちょうどいいぐらいじゃない。そう言うよね、うん、ここね、今日出ると結構ね相場、損をする、うん、用心せよ。用心。おみくじってさ、本当に出た瞬間に忘れるよね、うん、忘れていいんだろうね。忘れていいんじゃない。損しませんように。じゃあ、お邪魔しました。一瞬、え、もう帰ってきたのって感じだ。ほら、山頂からの景色が、それ柚子じゃない？柚子はもっと黄色いんだよ。見たの？見たの？もっと緑で、気をつけて、丸が黄色い。
たのにな、雨が降りようけん。ええー、あ、でも本当一瞬で終わりますね。ねえ、これ。これはおかしかったですね。うん、そしたら？そしたらまた駅の方に。駅の方行きますか。